はい、YouTube、皆さんこんにちは、アニマルランドにおくと。ですね、今からこの後ろの山、登ってこようと思います。ここね、ちょっと急なところもあるんで、そこでね、ぜひというか、新しい、ギアを、ちょっとスプロケットギアをね、試してみようと思うんだけど、むちゃむちゃ風が強いんです。走りながら、救われて倒れちゃうんじゃないかっていうぐらいのね、なんかすごい風で、体がね、風の方に向かって、斜めになりながら走ってるっていうんですか、そういう感じなんでね、ちょっとね、多分山の中はね、木があるから大丈夫だと思うんですけど、普通の平坦のとこ走ってると怖いです。すごい怖い、今日は。そんなところで、そんなね、感じなんですけどね、今日は。ちょっと走ってこようかなと思います。はい、はい、ギアの構成ね、こんな感じになっています。走ってて、ちょっとね、やっぱり使いにくいなっていうところがあります。16と13、要は6速と7速の間ですね。ここがね、ちょっと広いなっていう感じがします。ここでこの間がもう一個あるといいなーっていうふうにちょっと感じるところですね。他はね、そんなに苦にならないです。うわ、風でね、後ろ飛ばされそうになるわ。これ山でもすごい風かもね。うわ、横に滑りそう。はい、今ですね、坂上がり始めました。結構ね、ここは急勾配なんで、どんどん軽いギアに変わっていきます。今 10% ですね、 11%。 ちょっと軽めでいきましょうか、今日は。はい、この辺りが、20% ぐらいあるところですね。こっからぐらいですかね。はい、はい、今現在ですね、後ろが34、前が40の組み合わせです。はい、だいぶ軽くなってます。今日は風強いんで上がるの大変っすわ。じゃあここからちょっとギアを1にしてみましょう。軽っ。これはね、軽々で登ってきますよ。あ、すごい、これ軽すぎ。まあ、攻めるのでなければね、全然 OK じゃないでしょうか。はい、この辺りからですね、だんだん軽くなっていきます。なんでね、速度を上げるんで、ギアのチェンジが、今ね、ハイまで来ましたね。35キロぐらい出てますけど、ペダリングの方はまだ余裕ありそうですね。もう少しスピードが出ていても大丈夫そうです。はい、またさらにね、下りのところです。こちらの下りの方がもう少し速度が出ますね。今40キロぐらい出てますね。それでもケーデンスはもちろん高くなってますけど、まだちょっと余裕ありそうなペダリングですね。そうですね、今変えたんですけど、ここのギアとここのギアの幅がね、ちょっと広いかなって感じがするかな。
もう一個中間があると嬉しい感じがします。まあね、こういったのって、その時のシチュエーションとかね、今だとこの 7-8% のところを、登ってたりとかするんで、そういう場合はこの辺りの、ギアをね、たくさん欲しいなとか、そういうのがあるんでしょうね。やっぱり登り専用のスプロケとかになってくると、この高いじゃないですね、大きい方の刃が、たくさんあったりとかしますからね。やっぱよく使うところをたくさん欲しい感じはします。今ですね、黄色い勾配計を使いまして、これから登る、坂を計測してます。この辺りは、20% ありますね。まずは重めで登ってみましょうか。はい、行きます。はい、もうすぐ一番急なところに差し掛かります。はい、この辺ですね。あ、はい、さすがにこのギア選択だと、ちょっと辛い感じです、ここの坂。はい、はい、はい、ではね、次はもう一つ軽いギアで登ってみましょうか。そしたら少し楽なのかな。最後の方ね、先ほどだとケイデンス上がらなかったんで、はい、ではスタートしようと思います。今この選択しているギアかな、これが2足目になるのか。はい、やっぱだいぶ軽いですね、下だと。はい、行きます。あ、軽いです。もう全然シッティングで登ってきます。この辺りシッティングだけど、かなりお尻を前の方にして座らないと怖い。あ、この辺からちょっと急だから立ちましょうか。はい、今の選択が一番楽かな。違った。時々ね、間違えてね、左側のシフターいじるんですよ。で、あ、ないわみたいな。はい、では上がってきます。うわ、軽っ、すごいです。この坂道でケイデンス90とか出ます。あ、これ上まで座ってけんじゃねえか。かなりサドルの先っぽに座ってますけど、体も倒して、はい、20% のとこ来ましたけど、まだシッティングで行ってます。はい、あ、これね、上までシッティングでいけます。はい、上がりました。はい、頂上まで来ましたね。後ろのね、展望台っていうか、なんだろう、
あれ望遠鏡が入ってるやつがもう頂上に来たって感じがちょっとしますね。今回はねこのアルテグラとクラリスで、フロントシングル40でリアが、11の 40T の、発足これで、登ってきてみました。ここの一番急な勾配のところも、上3つね、それぞれ試してみて登ってみました。まあねどれでも登れることは登れるんですけど一番やっぱね軽い40リア40フロント40で登ると、20% 超えててもシッティングで登ってこれるんだなっていうのを知りました。面白いですね。すごい面白いです。ほんとね楽しめる、組み合わせじゃないかと思います。ただねちょっと問題点があります。ちょっと近づいてみてもらうとここのね、要は1,2,3,4,5,6 足目か6足目と7足目の隙間がね隙間というかギア比がねちょっと広い感じがして、だいたい30キロぐらいの巡航で走ってるとちょっとねどっち選ぼっかなっていう感じになります。あもう一個中間があると嬉しいなっていう感じがしますね。そんな、ギア比です。まあなんでこれもっと11速とかに変えて試してみるとか、入れ替えてみるとかね、まあ、これの場合も全部つながっちゃってるんで入れ替えることができないんですけど、まあ、この、一番上2つだけは入れ替えれるんですがそれ以外はくっついちゃってるんでね、なんでその辺はちょっと難しいんですが、まあもっとね枚数増やして試すっていうのもありかもしれないです。はい、ではね、今回はこれで終わろうと思います。はい、今回の動画面白かったな参考になったなって方はぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画こんなのいやこんなの配信してます。ぜひ見てくださいね。